右が空いている、いい飛び出しですね。そこにパスが通る、ちょっとコントロール流れたが浮き球シュート、わずかに外れてしまった。岸田のシュートです。ランしたんじゃないですかね、岸田ね、はい、人見るや一気に駆け上がった岸田です。いやわずかフリーの岸田へ左足に持ち替えてゴール前、シュートを打っていったんですね。どちらが先に動くかですね、はい、野田が対応しています。差し掛けた、折り返した、マイナス、左足シュートいった。黒川選手まず突破ですよね。お互いちょっと我慢の状況が続きましたけど、うん、シュートは岸田でした。